写真のお話をしていきたいと思います。本当にね、写真はマジで賛否両論があるというか、ただ実はですね、この写真っていう言葉、そもそもですが最近できた言葉なんです。で、写真という言葉が浸透し始めたのは、あとはメリットとしてはやっぱりね、頑張れば頑張るだけ結果に出るっていうところがまた良くてですね、ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、しんせいです。今回なんですけども、写真のお話をしていきたいと思います。やはりレザー好きであれば、まあ、写真好きな方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今回はですね、写真ってそもそも何ぞやっていうところと、あとは魅力また悪いところ、この3点をメインにお話ししていきたいと思います。まあ、本当に写真は好き嫌いが分かれるジャンルかなと思うので、ぜひともですね、皆さんの好みもですね、コメントでいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、写真になりますけど、皆さん好きでしょうか？僕はめちゃめちゃ写真は大好きです。で、本当にね、写真はマジで賛否両論があるというか、また写真って結構ブームになりやすいところもありまして、まあ、非常に、メリットもあるところでもあるんですけど、ただ賛否両論あるということはもちろんデメリットもあるんじゃないかなというところで、そこをですね、ちょっといろいろとお話ししていければと思うんですけど、まず写真なんですけども、もしかしたらあまりわからない方もいらっしゃるので解説していきたいと思います。で、写真は文字通り川の芯が茶色に染色された川になります。なので、例えばですけど、カラーレザーでも中が、皮の芯が茶色であれば、それは茶芯と呼ぶんですけども、これらの皮を愛用していき、徐々にエイジングが茶色に出てくる。これが、まあ、レザーラバーの方、特にエイジングが大好きな方は興奮するわけです。まあ、本当にね、エイジングっていう言葉は、特にアメジャン好きな方とかは、よく、まあ、口に出すワードかなと思うんですけども、ただ実はですね、この茶芯っていう言葉、そもそもですが最近できた言葉なんです。で、写真という言葉が浸透し始めたのは、まあ諸説あるんですけど、おそらく90年代頃と言われてます。きっかけとなったのがレッドウィングのエンジニアブーツだったそうです。で、このエンジニアブーツを履いてるうちに、どんどん茶色が見えてくる、なんだこれはっていう風になりまして、都市伝説的に広まっていったのが茶芯になります。これは意図して茶芯を流行らせたっていうわけではなくて、生産工程でたまたま生まれたものだと言われています。なので、いわゆる流行語みたいな感じですね。で、また一説にはこの茶芯という言葉は、フリマオークションでアイテムのタイトルとか、あとは検索キーワード、文字制限がある中で2文字で集約できるとなって、写真という2文字で革アイテムの内容が伝わる画期的な言葉として生まれたとも言われています。ただ写真っていうのは実はですね、90年代にできたわけじゃなくて、もっともっと古いんです。今回ですね、僕の後ろにあるこの4つの革ジャン、僕が所有している写真のモデルになります。ここら辺も後で、ちょっと見比べていただければと思うんですけど、例えば1950年代から60年代くらいのこのね、キャルレザーっていうのがあるんですけど、実はまだ動画でご紹介してないアイテムなんですけど、これも写真です。で、まあ見てわかる通り、かなりね、写真が出てるというか、まあもちろん、70年以上前のアイテムになるので、結構経年変化はしてるんですけど、当時からこういう写真のものはありました。なので、写真自体は90年代にできたものではないんですけども、ただ、ワードとして、みんなの共通認識として、写真という言葉ができたのは、おそらく90年代ぐらいかなと思います。また、50年代頃には、ホースハイドで写真のものが結構多く流通していました。あとはですね、写真の誕生についてもお話ししていこうと思うんですけど、これも結構諸説あるというか、で、一説には、当時は染めの技術が、現在より発展していなくて、革自体の傷や色ムラによる商品を作る際のロスも出てしまうので、革の傷隠しとして表面を均一に色を入れていたみたいです。で、その結果が功を成して、使い込むことで表面の塗料が剥がれて落ちてきたり、まあ、経年変化によって革が馴染んできて色がね、どんどん抜けてきたりするわけなんですけども、下地の芯の茶色が表面に見えてきたのが、まあ、いわゆる茶芯ですね。で、あとはですね、ホース以外にももちろん他の革も使ってまして、例えばこれとかはシープで、コルビジェジャケットでフランスのものになるんですけど、これは40年代ぐらいのものです。このレザージャケットが一番ね、味わい深いというか、もう本当に理想とする茶芯の、
経年変化かなと思うんですけども、まあこういうものがあったりしますと。まあそんな感じで茶神は生まれたと言われています。また茶神という言葉もそういった背景から生まれたと言われてるんですけども、で、ちょっとですねメリットも茶神のメリットを話しながら革ジャンも見ていければと思うんですけど、例えばですねこちらブラックミーンズ×ワコマリアの A2 になるんですけども、これも茶神なんですよ。これはステアハイドになるんですけども、これもね結構着ていたので写真がねだいぶ出てくれました。で写真の面白いところってこういうところなんですよね。まあそれこそメリットの一つにですね傷が味になるっていうところですね。例えばですけどもアームの部分とか結構傷が入ってるんですけど、それがねまた良いというか、例えば配信の、レザーであれば傷が入っちゃうとなんかねそれは経年変化っていうかもうザ傷という感じなんですよね。だから絵にならないというか、配信のものであれば結構手入れが必要だし、まあ、傷も目立ちやすいから神経使っちゃうんですけど、茶神は逆なんですよね。まあそれも面白いところなのかなというところと、あとは、例えばこの40年代のコルビジェジャケットですけど、まあ、これに関しては本当に言えることなんですけど、見た目の渋さですよね。もう僕が言うことないんじゃないかなっていうぐらい、なんかいい感じにムラがあるというか、まあもはやね茶色ぐらいのレベルになってますけど、逆にねところどころ黒があるぐらいでほぼ茶色みたいな感じになってるんですけど、まあ、こういう見た目になるとかなり渋さが出るというか、まあ、もっとよく言うならヴィンテージ感がすごい出てくるジャケットが、まあ、茶神なんじゃないかなと思います。このコルビジェジャケットもね結構お気に入りで最近頻繁に着てるんですけども、やっぱね雰囲気は出ますね。あとは例えば服好きな人とか、そのジャケットいつのやつとか結構質問されることが多いです。まあ本当にそういう見た目の渋さっていうのは茶神の一番のメリットでもあるんじゃないかなと思いますけど、あとはですね、まあ、唯一無二感が出るっていうところもメリットだと思います。まあこのコルビジェを見て分かる通り、本当にね同じような、経年変化っていうのは 120% ありえないわけで、人それぞれの経年変化ってしていくものなので、まあ、意図して経年変化させてるわけではないから、例えばここをこうやって経年変化させようとかめちゃめちゃ計算してやったとしても多分同じようなものには絶対にならないので、そう考えると、まあ、着れば着るだけ茶神は唯一無二感が出るっていうのはすごく、メリットとして挙げれるんじゃないかなと思います。まあ、本当にね特にこのコルビジェに関してはそれが伝わるんじゃないかなっていうレベルの答えかなと思うんですけども、まあ、これは本当に変えてよかったです。あとはですね、まあ、ご紹介すると、まあ、キャルレザーはさっきご紹介したんで、これですねセブシグの、カラーライダースになるんですけど、これ一見ねブルーライダースで茶神なのかよって思う方もいらっしゃると思うんですよ。ただ茶神の概念ってやっぱりね黒だと思うんですけど、ただ実はですねカラーレザーでも茶神っていうのは存在するんですよ。なのでこれもすごいおすすめしたいアイテムなんですけども、よく見るとねここわかりますかね、結構ね茶色が見え始めてるんですよ、このアームの部分。まあ、こういったところで擦れてくる感じでまたね味が出てくるのも面白いのかなっていうところもあるんですけど、まあ、なので黒色に茶色が出てきたら茶神っていうわけではなくてですね、まあ、考え方としては芯が茶色ければもう茶神なんですよね。芯が茶色くて茶色で塗ってあったとしてもそれは茶神なんですよ。結構誤解されてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、僕が持ってるのはこのデュラブルですね。これは復刻のものになりますけど、これももちろん茶神です。でこのアイテムは結構着倒してて、まあ、どれぐらい着ただろう、1年は着たかな、どうだろうっていうぐらいのレベルなんですけど、まあアームのねシワとかは結構入ってきてるんですけど、まだまだ茶神が、出てないんですよね。こういうね擦れる部分とかは結構茶神が出始めてるんですけど、もっともっとね茶神が出てほしいなと思ってはいるんですけども、まあ以上ですね、5点ですか、僕が持っている茶神のモデルになるんですけど、皆さんはちなみに、この中でどの茶神が一番好きでしょうか。まあ各々個性的というか、魅力的なところはあるのかなと思いますけど、同じ茶神でもで同じ黒色でも結構ね、なめし方であったりとかそれによってだいぶ変わってくるとは思うんで、それはこれを比較してみれば、分かるのかなと思うんですけども、まあ、そこもまた奥が深いというか、まあ、そういったところもあります。あとはメリットとしてはやっぱりね頑張れば頑張るだけ結果に出るっていうところがまた良くてですね、何のために頑張ってんだよっていう話なんですけど、まあ一重にですね、なんだろうな、
よりかっこよくしたいから頑張ってるわけですよね。まあやっぱ写真がガンガンに出るとか、例えばこのぐらいまで写真が出るようになるってだいぶ着ないとダメだし、っていうか何十年着てももしかしたらこのレベルにはならないとは思うんですけど、っていうレベルで本当に大変な作業なんですよね。だけどそれをやるってのは、まあある意味本当に革を全力で楽しんでいるというか、まあそういう自分も好きっていうところもあってですね、なんか変態なんだろうね多分っていうところもあるんですけど、まあそんな感じでですね、革を楽しむことができるんですよね。やっぱこう変化を見ていくっていうの楽しいじゃないですか。まあ例えるなら、僕子供いませんけど、子供の成長を見ていくのと一緒なのかな。ちょっと例え下手かもしれないけど、まあそれこそ僕犬飼ってるんですけど、犬がどんどんこう成長していくじゃないですか。その過程を見るのがすごく楽しいというか幸せだなって感じるんですけど、もしかしたらこれって写真の革ジャン育ててるのと一緒の感覚なんかなって思ったりもしちゃってですね、あまりねピンとこない下手な例えかもしれないんですけど、まあそんな感じでですね、写真っていうのはやっぱり独特の雰囲気が出るし、渋さもあるし、まあ育てがいもあるというか達成感も得れる、これが非常にメリットとして挙げれるんじゃないかなと思います。はい、で次にですね、写真のメリットをお話ししてきたので、デメリットをお話ししていきたいと思います。でデメリットに関しては、まあこれ本当によく言われるというか、おそらくこれが一番強いと思うんですけど、汚らしいっていうね、デメリットがあるんですよ。でこれは本当に賛否両論あるし、別にどっちが正しいっていうわけでもないと思うんですよね。じゃあ日本食好きか外食好きかのレベルで、別にどっちでもいいし、それぞれ好みがあるっていう話で、どっちも悪くない。まあ本当にこれは難しくてですね、マジで正解はないというか、これは完全に好みの話で、本当に嫌だと思ったら嫌だと思うんですよね。特に潔癖症の方とかは多分だけど、写真でここまで、エイジング出てるやつとかちょっと汚いと思うかもしれないし、やっぱそういう人たちもいるし、なんだろう、これに関してはどれが間違ってる正解っていうわけでもないんですよね。完全に感覚だから、まあそういったところはあるんですけど、まあよく言われるのがこのね、汚らしいっていうところだと思います。で特に言うとですね、ファインクリークさんはめちゃめちゃ人気なんですけども、ただ結構写真が、出やすくてですね、まあ画像とかインスタとか見ると結構頑張って経年変化されてる方もいらっしゃるんですけど、大前提で言っておきたいのが、僕は思ってないですよ。ネット上の意見とか見たらそういうのがあるなっていうところでお話ししてるんですけど、結構ね首元のこの襟の部分とか、あとはアームの部分とか、だいぶ茶色が出るんですよね。で、それに対して結構ね、汚いとか、ネットにね、ある時があるんですけど、じゃあそういう、確かにまあそういう意見もあるよなって僕は受け止めてはいるんですけど、ただね、これについてはちょっと一つ言いたいのが、なんて言うんだろうな、その人が頑張ってエイジングさせてきたわけだから、あんまりね、この汚らしいとか、なんかそういう否定的なことは言ってほしくないんですよね。優しく、僕は好みじゃないとか、そのぐらいの程度で言っていただけたらなっていうところもあって、やっぱりね、写真を愛する身としては結構写真出すまでって努力がいるわけですよね。マジで下手したら、なんだろうな、受験勉強よりきついんじゃないかなっていうぐらい体を酷使するわけですよね。まあ全くジャンル違いますけど、っていうぐらい本当に毎日毎日着ないとあんな風にはならないし、本当にその人の努力で仕上がっているわけなので、そこをね直接的にというか、すごくストレートに否定するのはちょっとだけやめていただきたいなってのは僕ね、内心思ったりするんですけど、まあただね、現実問題としてそういう意見がある通り、やっぱり写真ってのは好き嫌いがすごく分かれるモデルなのかなと思います。であとはデメリット2つ目ですけど、女子受けは間違いなく最悪ですね。まあ、男子が好きな世界じゃないですか、こういうのって。まあ、僕はねこの革ジャンとかを着てるんだから、そこまで女子受けを気にしないというか、まあっていうかそもそも何も気にしてないんですけど、女子受けに関してはもう着たいものを着るっていうのが僕のね、ファッションを選ぶ時のポリシーではあるんですけど、まあ間違いなく 120% 写真っていうのは女子受けが悪いですね。それこそ僕の妻とかもよく言ってます、そのジャケットなんか汚いみたいな、ホームレスみたいとかよく言われるんですよ。ちょっとすいませんとか言ってるんですけど、あとはねヴィンテージの写真とかになって、まあ、ここまで経年変化してると結構臭い時とかもあるんですよね。匂いがきつい時もあるし、まあいろいろ加味してですね、女子受けは悪いのかなと思います。まあ、それこそ、女性の友達何人かいますけど、やっぱその人たちも共通してやっぱ写真は汚ねえと、まあ、彼氏が写真を着てきたら嫌だなっていうふうには結構ね、言われるので、
まあそれも現実問題としてあるんだろうなというところで受け止めなきゃダメなのかなとは思うんですけど、まあ僕は全く気にしないです。はい、というところでちょっとね、だらだら話しましたけど、まあ本当に茶神ってのはすごくかっこいいジャンルだし、また奥が深いし楽しいものかなと思うんですけども、ただその一方でですね、賛否両論があったりするっていうところも、まあちょっと、理解していただけたらと思いますし、またですね、本当に何度も言ってますけど、写真っていうのはマジで好みあると思うので、ぜひともですね、この動画をここまで見ていただいた方は、写真が好きか嫌いか、それだけでもいいので、ぜひともコメントで教えていただけたらと思います。これ結構気になるんですよね。多分僕の YouTube 見てる方は、まあ、8割方ライダースとかレザーとか好きな方が多いんじゃないかなと思うので、ただ、ライダース好きな方がみんながみんな写真が好きっていうのも違うとは思ってるので、実際皆さんはどう思ってるのかなっていうのも知りたいので、ぜひともですね、コメントお願いします。はい、というところで今回の動画は以上にしたいと思います。いやー、けど茶神やっぱいいっすね。それぞれね、もっと育てていきたいなと思いますけども、まあ、魅力的なアイテムだなと思うし、僕個人としてはやっぱり茶神が好きです。ただ茶神だけが好きっていうわけじゃなくて、大前提にレザーが好きっていうところがあるので、もちろん茶神も好きだけど配信も好きだよみたいなところもあってですね、優柔不断というか、もっとね一つに絞ればいいのかもしれないけども、ただまあまだ若いのでいろいろと、トライして着ていきたいと思っています。ところでですね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。